藤谷レンジローです、えー、ライブ版トーク、えー、第1弾として鐘りまましたが続けます、えー、第1弾として澤田賢二井上隆之バンドの1974年ワンステップフェスティバル1974年に福島県郡山市で行われたワンステップフェスティバルの録音、えー、こちらですね CD だと、えー、こちらの CD の 内容で進めていきますが、第2回目になりますが、あこちらはですね、えー、恋は邪魔者。例の恋は邪魔者というシングル版から、まずオープニングが始まります。えー、前回お話ししたように、 えー、MC としてこの方が誰かわからないんですけどお、市長さんとかなのかな、あるいは主催者なのか、まあ、あの、大人の男性の声で呼び込まれた内田優也氏が煽って煽って、えー、一人一人のメンバー、井上隆之グループって言ってますけど、井上隆之グループのメンバーと、リードボーカルジュリーを呼び込む。そこで始まるのが大変にこう、 鮮やかな音から、今から始まるぜという綺麗な音を、綺麗な、ってかスケールの大きい音を出す、この恋は邪魔者なんですが、この恋は邪魔者はご存知のように1974年3月に、まあ、あの、シングルレコードとして出たものです。1974年ですから、その前に、あの、例の 危険な二人というビッグヒットを放ったのがその前の1973年ですよね。この余生を買って、この恋は邪魔者もそこそこ売れたんですけども、売れたシングルで、僕もこれも、えー、この動画の中でも取り上げてますんで、下にリンクを貼っておきますので、よろしければご覧ください。えー、これに関して話している動画もありますので、えー、曲としてはね、そちらでも言ってますが、まあ、あ欧米風の まあ欧州かなヨーロッパの、まあ、モテ男風の色めきよろめきソングっていう感じなんですけどもただびっくりするのはその演奏が大変、まあ、基本的なアレンジはやっぱりシングルのアレンジと変わってないというかイメージ全く変わってないんですけど大変スピーディーそして明らかにやっぱりロックのサウンドこれは井上隆之グループのメンバーそこにいるメンバーで作られた音だからだと思うんですけどあ 的ににパワフルなロックサウンドになっ「てますあ恋は邪魔者」って本当にこう歌謡曲歌謡曲した曲だなと安井和美さんらしい安井和美の歌謡曲って感じの曲だなと僕は思ってたんですけど、えー、なかなかパワフルなロックシングルになってます。でオープニングとしては非常に広いイメージで、えー、ここのこの日、えー、この「ワンステップフェスティバルの初日は明らかに ジュリーを目当ての女性客も多かったようなんですがこの来てくれた人たちを楽しませる意味でのこのシングルレコードから始まるただそれがかなりのロック仕様になっているこれがこのバンドこれから見せるステージの始まりだぜというのを十二分に PR しているようには感じますただマイナス面としてはマイナスと言っていいのかどうか分かりませんがおそらく録音が マイクからダイレクトにジュリーさんのボーカルをダイレクトに引っ張ってると思うんですがいわゆるボーカルのためのマイクっていうよりも、えー、MC とか司会者の人が話すようなマイクの感じに聞こえます。つまり、えー、特別な音声したがって当時のジュリーさんやっぱり声が今に今と比べちゃいけないですけど。えー ちょっとかぼそい感じもするし少しボーカルとしては心もとないかなと思う瞬間も正直ありますただいや活かしてんなと思う面ももちろんあるわけですさあこのロック仕様になった恋は邪魔者で勢いよく始まったあこのライブ版次どういうふうな展開をしていくか次回をお待ちください。それでは失礼します。